車ありがとうございます。イージーさん、音速の気候士さん、鏡さん、こんばんは。イチサさん、雪の結晶ありがとうございます。水原の赤ティーさん、ドリーマーさん、スケヒラさん、こんばんは。ドリーマーさん、ケイタさん、ハートありがとうございます。ヒロさん、こんばんは。ケイタさん、ハートありがとうございます。テチテチさん、バンフィーさん、ハラちゃん、こんばんは。バンフィーさん、ラブレターとハートありがとうございます。カンさん、こんばんは。ガウさん、ラブレターありがとうございます。鏡さん、流れ星ありがとうございます。テチテチさん、ハートありがとうございます。明日は2枠です。すいません、ちょっと余裕がない、ごめんなさいね。ヒロシンさん、こんばんは。そう、でも明日は夜にカラオケ配信をやるので、まあ、時間は取れるかなと思います。慎太郎さん、オリゼさん、こんばんは。よいしょ、明日はこんな感じ。ちょっと見えるかな。シュウケンさん、ヘモチスターさん、こんばんは。無理しないようにって、ありがとう。そう、明後日イベントなのでね、ちょっと明日早めに終わりますけども、まあ一応こんな感じになってますかね。見えてる？こんなかな。カイトさん、こんばんは。サトシオンさん、こんばんは。オリゼさん、雪の結晶ありがとうございます。ポコさんも雪の結晶ありがとうございます。こんばんは。ヤギヤギさん、こんばんは。カイトさん、流れ星ありがとうございます。ブラムさん、こんばんは。バラありがとうございます。お刺身さん、こんばんは。ヒロシンさん、ハートありがとうございます。シュウケンさんもハートありがとうございます。そうそう、そうなのだ。うん、なんかすごいあれだね、こうひっくり返してひっくり返されてって感じだね。アルマジロさん、こんばんは。雪だるま、ありがとうございます。プラムさん、ハートたくさんありがとうございます。オリデさん、流れ星ありがとうございます。グフさん、こんばんは。カラオケの前に飴食べる、いや食べないかな、紹介するだけにしようか。でも食べれそうな飴が、食べきれそうな飴が売ってたら食べるかも。大きすぎるのはね、食べれない気がするんだよね。シャムさん、こんばんは。グフさん、ハートありがとうございます。オリデさん、プレゼントありがとうございます。ペンタさん、こんばんは。流れ星ありがとうございます。リッチーさん、こんばんは。イベントって感じの展開でワクワクね。ヒロシンさん、だるまありがとうございます。箱おじいさん、ヒサさん、ソイツさん、こんばんは。はい、お風呂から上がりまして、私なんとか。ハラちゃん、ハートありがとうございます。カズエさん、クマちゃん、オーナメントありがとうございます。そう、よかった、とりあえずお風呂に入れたので勝ちですね。あとはパッキングをして、私パッキングをしてって感じですけど、すっきりした。ちょっとテチテチさん、流れ星ありがとうございます。そう、お風呂入った。アルニストさん、ハートありがとうございます。だいぶすっきりしましたね。お風呂っていいね、シャワーですけど。大優勝だよ、本当に頑張った頑張った。そう、そうなのです。おっと、揺れてるぜ。で、昨日昨日干した洗濯がね、暖房つけてるとすぐ乾くんですよね。私暖房の下に洗濯物干してるんで、すぐ乾くんですよね。で、少なかったの、そんな溜め込んでなかったから少なくてすぐ乾いてるので、後で畳んで寝ますけど。ヘモチスターさん、雪の結晶ありがとうございます。そうね、乾燥してるし、あったかいしね、あの暖房の風がね、あったかい風が出てるので。クロスストーンさん、こんばんは。ハートありがとうございます。そう、食べ込む、だからなんか忙しい時の方が意外とこういうことできたりするんですよね。そう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 、そうっていう感じですかね。ねえ、最高だよね。日中家にいないから全スウェットがなかなか、ああ、まあそうだよね、わかる。
ほんとそう、パーカーとかさ、そういうのって乾かないんだよね。あのフードとかついてるとね、フードのところが乾かなかったりするんだけどね、嫌だけどね。そうそうそう、さっき村上さんこんばんは。なんかあれですね、あの なんだっけ忘れちゃった、言いたいこと。あ、さっき村上さん自衛隊124人目ありがとうございます。そう、あのなんだったっけ、忘れたぞ。しゅうけんさん流れ星ありがとうございます。さっき村上さん雪だるまありがとうございます。何をしたか忘れちゃった。グフさんハートありがとうございます。お刺身さんレインボースターありがとうございます。思い出せ思い出せだよね、わかんない。あ、でもなんかあの人が来る予定があるから、だから一生懸命やってますけど、まあ大掃除も兼ねてって感じですね。年末だしね、年末は実家に帰るので、そう、そうだから一旦ね、あのちょっとずつ進めていけたらなと思って、家の掃除とかもやってるんですけど、片付けとかね、断捨離とか、まあ断捨離ってほどでもないんだけど、まあ若干処分したりとかしてますね。お刺身さん雪の結晶ありがとうございます。え、今月200人いけるかなね、わかんないけど、でもとりあえずあのあれしたいよね。先月が156人だったんだよね、だからそれ超えたいなっていう感じはしてますね。スカンさんこんばんは。 EPM188 さん、ワイマツさんこんばんは。本当にお嫁さんそうかな。リッチーさん雪の結晶ありがとうございます。ホリさんくまちゃんオーナメントありがとうございます。そうそうなんです。新記録いけるかなね、新記録いけたら嬉しいなって感じですね。アミューさんこんばんは。ガタジェイさんこんばんは。流れ星ありがとうございます。そう、雪の結晶もありがとうございます。日曜日新潟に時が朝つくのか心配。みんな心配してるね。新幹線は大丈夫って言ってたよみんな、さっき。756さんこんばんは。レインボースターありがとうございます。アミューさんハートたくさんありがとうございます。そう言ってました。ヨカさんこんばんは。まあ徐々に片付けもしつつ卒論も進めつつっていう感じですかね。もう涙が出そう。ヨカさん流れ星ありがとうございます。ニックネームさんこんばんは。ファンタンさんこんばんは。ニックネームさんハートありがとうございます。タコ坊主さんこんばんは。そう、卒論やってイベやってリアルイベもやってね、頑張ろうね。あ、スカワさんサンタタワーありがとうございます。ピコットキャットラミコさんこんばんは。長いね、なんなの。ニックネームさん誰もありがとうございます。ちょっと私言ったかな、ありがとう。雪対策されてるから本当に強いけど在来線は結構ね、確かに。ハンナちゃんこんばんは。ギバさん雪の結晶ありがとうございます。明日のうちに移動するか明後日の朝移動するかまだ決め、あーなるほどね。タコボールさんハートありがとうございます。ギバさんこんばんは。
本当体調壊れないかし、多分大丈夫だと思うけど、っていうかあの忙しくしてる時は大丈夫だけど、なんかふーってなった時に来そうで怖いよね。マジ無理マジ無理絶対嫌、絶対嫌です。豆の目さんこんばんは、大阪さんこんばんは。そう、ああ確かに24時間スプリング、なるほどね。豆の目さんこんばんはって私も言ったね。ペンタさんハートありがとうございます。そう、気抜けちゃった時がやばいから、クリスマス終わるまでは気を張って生きていきたいと思います。確かに病み上がり、でも結構元気だよ。ひらがなたんくんこんばんは、流れ星ありがとうございます。長岡行きまでがしゅ、それなそれな、本当にやばい。でも今イベント、このさイベントでさ、早起きしてるじゃないですか私、割と毎朝だから、その癖が抜けないうちでまだ良かったなと思って。ケントさんこんばんは、ハートありがとうございます。ハンナちゃんラブレターありがとうございます。私も今週入って予約完全復活した感じ、イベント間に合ってよかったね。まあもう咳がねやっと止まりました、よかった。そう、ハンナちゃんハートありがとうございます。そうそう、なんかさ生活リズムがさ整ってきてて、それがすごいラッキーだったなと思って。ワイマツさん雪の結晶ありがとうございます。なんかこれがさ、もうね全然なんか早起きとかも全然なんか習慣続いてないっていうタイミングだと怖いんだけど、意外と多分大丈夫そうなので、まあね、日曜日の朝も多分そんなにゆっくりは寝てられ、そんなにゆっくりというか全然ゆっくり寝てられないので、そう多分配信も結構朝早くなりそうなんだけど、ちょっと申し訳ないですがよろしくお願いいたしますというところですかね。そう楽しみですが、いろいろね立て込んでて、みんなもねバタバタさせてしまって申し訳ないんだけども、日曜日朝5時起き東京駅に向かいます。おーありがとうございます、楽しみだな、みんなに会えるのマジで。もう一押し頑張って毎朝4時起きにチャレンジしてみる。やばいやばい、4時はやばい、何時に寝ればいい、6時とか寝すぎか寝すぎだわ。4時だとでも8時くらいには寝たいかも。6,7,8、うんそうね、8時くらいには寝たい。そうだよね、昨日夜見は現金、出張で在来線が駅で止まった時に長岡まで車で行ったら新幹線遅れが、あーなるほどね、そうだよね。周健さんレインボースターありがとうございます。仕事終わりにまあ間に合うの疲れが、え本当やった、私も楽しみだから明日は家事頑張るね、頑張ろう。タルチンさん、おバカさんこんばんは。まあは今日このあとパッキングというか、なんか明日この配信の後も割と時間あるんですよ。そうむっちゃんこんばんは。そうだからまあ準備だけして、とりあえず、いやでもパッキングした方がいいな、絶対した方がいいわ、しよします。そんなに言うてもね持っていく荷物ないんだよね別に。午前1時くらいに寝ても生きてないやばい、私は無理、起きれない。なるきさんこんばんは。いやそのさっき書いてた紙を捨てる、寝る時間だけ、もう今日何時までだっけ、もう12時には寝ます絶対に
パッキングなんてすぐ終わるよ、大丈夫大丈夫。慎太郎さん、サンタありがとうございます。大丈夫大丈夫、12時ぐらい、12時10分には寝たいな、絶対に。じゃないと私ダメだよ、家事とかやりだすから、マジでダメダメダメ、絶対ダメ。だって洗濯物畳まなきゃ、とりあえず。でもそんなに少あの量ないから大丈夫だけど、洗濯物畳んでパッキングして、あ、ヨトさん、クマちゃんオーナメントありがとうございます、ありがとう。そうそうそうなんです。それもね、したらママに借りるか買うかすればいい。確かにそりゃそう。お持ち帰りのものもありますね、当日荷物使うね。頑張る、頑張ります。お、ピエンタさん、親衛隊125人目ありがとうございます。なんかさ、撮影、明日撮影してさ、そのまま帰らなきゃいけないっていうのが結構さ、荷物増える原因なんだよね。どうしよう、荷造りをパッキングっていうのは業界を、いや違うと思う。え、パッキングっていうよね。イベ後はママのお迎え、うん、そうです。そう、配信しないといけないからね、交通機関じゃ帰れないんですよ。タルチンさん、プレゼントありがとうございます。言う人は言う、言うよね。言わない人は言わない。 なんでだろう、わかんないけど、なんかパッキングって言っちゃう。そう、やらないといけない。でもまあ、でもまあって感じ。でもそんなに荷物多くないかなって感じですかね。この間も撮影即とんぼ帰りとかじゃなくて、でもなんかそんな時あった、ありました。普通にカージャン番長さん、花束ありがとうございます。あったあった、もう本当にやばい。最高だよね、芸能人みたいな芸能人みたいな生活してる私。かゆ、眉毛かゆ。そう、持っていくものも厳選しないといけない。デュークさん、こんばんは。だからさ、どうしようね。でもさ、また着て帰ればいいんだよね、別にね。同じ服着て帰ればいいんだよ、別に。ヒデさん、雪の結晶ありがとうございます。そうじゃん、日曜に着た服をさ、月曜に着て帰ればさ、土曜日大丈夫じゃない。えね、え、そうしよう、そうしよう、もういいや、それで。こっち来て寒くない服なら問題。わかる、それな、そこなんだよね。気温差がおかしいんだよね、こっちとそっち。会場までの行き方も確認しておきます。ね、私もさ、私もさ、ってか早めに行かないと。プアさん、バラありがとうございます。ツンニアさん、これなんだっけ、雪の結晶ありがとうございます。そっちだったらもうダウンとか着たいレベルなんですけど。未来さん、こんばんは。こっち夜出かけてやっとダウンとマフラーでちょうどいいぐらいだからな。しかも中薄いやつ。え、そうしよう、そうしよう、そうしよう、もう決めました、もう決めた。はい、大丈夫。最悪向こうに置いてある服も買ってるねー。まあ、でもなんか楽しみです、とっても。明日はまあ今日に比べたら全然忙しくないかなって感じなので大丈夫ですかね。今日マジやばかった。今新潟ってそんなに寒いの？え、寒いと思うし、まず太陽が出てないから新潟って、それが全然違うと思う。体感温度が全然違うと思う。あの気温はそんな変わんなくても、
そう、体感温度が多分全然違うと思います。めぐみのさんこんばんは。ひささんハートありがとうございます。雪降る寒さがどんなとか忘れてるから服装決まる。そうだよね、わかる、すごい嫌だすごい嫌です。ずっと天気悪いでしょそうだよね、2時間前には現場に着くつもりでやってる。あーそっかそっか、無理せずに、あの寒さ対策だけ本当にしっかりしてきてくださいてちてちさんハートありがとうございます。雪がない今は例年の冬に比べれば薄着でも生活できてる気がする。あー確かにそうなんだよね、雪がね降る時ってすごい寒いからね。てちてちさんハートありがとう。たくさん、鹿尾さんこんばんは。プラムさん流れ星ありがとうございます。風がないとき雪が降ると暖かく感じなかった。もう忘れた新潟の冬コウスケさんこんばんは。ラブレターありがとうございます。新潟の冬ってか、でもさ新潟市の方が雪降り出すと寒いんだよね、海の近くだから風がめっちゃ寒い。そう、高校生の時とかすごい寒い思いしてさ高校行ってた記憶があるんだよね。高校新潟市だったからさ、そうそうなの、わかる、雪嫌すぎて脳が多分さ抹消してる記憶を。もうヒートテック着て、そうだからさこっちで着てられないのヒートテック。でも着てる今、明日用に。絶対こっちで暑いけど。ハムエッグさんこんばんは。東京東京新潟駅寒暖差すごい、確かに確かにね、そうだよね、新潟生まれなのに雪まじで雪が嫌でこっち来たんでね。うん、まんちゃんこんばんは。雪が嫌だし、まあ不便だから関東に来たんですけど、私は。無理ですね、本当。新潟ってさ、天気によるストレスやばくない？私さ、本当に無理なんだけど、雪も嫌だし、晴れが少なすぎて、てかなんか太陽がさ出てないことが多すぎてマジで気分上がらないんだよね、本当に無理。なんなんですかね、掃除や降るからさ雪で、しかもさ雪積もってるから余計太陽なんてさ入ってこないし、日光がね。ヤローさんこんばんは。そうなんかさ腹立ってくるんだよねなんでこんなとこ住んでんだろうってめっちゃ思ってたよ。それこそさもうコロナ禍とかなんてさずっと家にいなきゃいけなかったじゃんか。それでさ私、まあ、大学一応行ってたというか、まあ、入学はしてたからさもうずっとオンライン授業なわけよ家で。でさなんか変なさ変な時間とかまでさあるからさもう一日もう拘束されてるみたいな感じなの。どっか行くにも行けないしてかもう状況的にも無理だったしみたいな。でそれでいてさなんか、まあ、まず思い描いてた大学生活と違う。で天気悪くてもう暗い、まず家の中が暗すぎる。でそして出かけられもしないじゃん、気分転換に出かけようとかもできないからすごいストレス溜まって、それで大学辞めたかったんだよね。そうだから会ってない多分私、新潟という土地がもうおじや会ってない、マジ無理だから。こっち来てから明るくなったすごい性格
天気ってなんか大事だよ、すごい。人間のさ、気持ちのこの起伏、感情の起伏とかにさ、すごい影響してると思う。マジで。なんか好きなんだけど、たまに帰るぐらいで全然ちょうどいいって感じ。だからたまに帰るんだったら天気悪いのはまあ許せるんだけど、なんか合わないね私。ってか私がそもそも天気によって気分がさ左右されやすい人なの多分。そうだからなんか曇ってたりしたらもう起きれないとかさ。そうだからなんか別に嫌いじゃないんだけど住みたくないって感じかな。でもこっちはさ晴れが多いからさ、すっごい明るい気持ちで暮らせるわけ、穏やかに。大事だよね天気ってね。てか太陽ってすごいなって思う本当に。そう鉛色の空コメントに書いてるだけだから、ね、本当だよね。東京って3センチ積もるってなったら電車は計画運転で1日臨時ニュース。確かにそうだよね。こうも違うもんかと思うよね。まんちゃん雪だるまありがとうございます。そうストレスがやばかった。そう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 、なんかね雪で圧迫されてる感じがするんだよね。そうなんかうち実家さ、まあ、一軒家で2階建てなんだけどさ、もうその1階のさ窓とかがさもう全部雪がさ積もっちゃってもうさ埋まってはないけど、さすがにあのもうほら雪の壁ができてるみたいな感じだから、あの雪下ろしとかするとね、さすがにさ自然でそこまでは積もらないけども、でも雪下ろしとかしちゃうともうそういう風になってもう太陽が入らない、出てもいない太陽が入ってこないっていうね、太陽光が荒れてたよね私ね。静香ちゃんこんばんは、ハートありがとうございます。天気悪いと気分が下がって自分で言い過ぎて自己暗示になってね。いやでもねストレス源なのマジで本当に。そう、まあそうじゃなくてもさ晴れの方が気分いいじゃん普通に考えて。そうしかも多分私ね、多分髪質とかもあるんだよね。なんかもうさ雨に濡れたりとかするともう一瞬で巻きが取れたりとかするわけですよね。湿気にとにかく弱いから、多分盆地に住むのが向いてない。そう白郎さんこんばんは、流れ星ありがとうございます。塚田さんレインボースターありがとうございます。源さんガードマンさん明太ジャリさんこんばんは。今横浜から帰宅、外が生暖かくて気持ちいい。へえそうなんだ。あ群馬出身ね、群馬とかもいいよね。そう光、いや2階はから出入りはできないけど。ワンちゃん雪の結晶ありがとうございます。私も冬マジで無理、冬季うつってのがあるらしい。えほら絶対これだってね。ラッケノさんこんばんは。新潟の雪は湿っぽくて思う。そうそうそう、なんかふわふわなね雪が降る時もあるけどね。そう雨とか降ったらおしまいです。ハムエッグさんチキンカツさん美味しそうなお名前だね二人とも雪の結晶ありがとうございます。テチテチさんなんだっけレインボースターありがとうございます。ラッケノさん雪の結晶ありがとうございます。何年か前に東京で40センチくらい積もった時、横浜中華街行ったら客来ないからコックさんが道で雪の彫刻作ってそれ見ようと。すごい、そういうのもすごいね、才能だね。群馬は乾燥がすごいらしい。最強肌の友人が群馬の大学行ってた時は保湿化粧水、なるほどね。確かにやっぱ乾燥ね、関東って乾燥してるからね。なおさん新ネタ126人目ありがとうございます。ありがとう。あこんばんは、審査員の方がすごい何もしてない時にプラムさんハートありがとうございます。こんばんは。やった
明日アメールに行きます。楽しみです。まんちゃん深夜帯127人目ありがとうございます。そして雪の結晶ありがとうございます。サチコデラックスさん、レインボースターありがとうございます。いちださん雪の結晶ありがとうございます。プラムさん流れ星ありがとうございます、ね、確かに夜遅くまでありがとうございます。こんばんは、お世話になっております。お世話になっております。こんばんは。確かにちょっとすっぴんですいませんあーお風呂入んなきゃよかったかなはいね、明日アメールに行って商品をチェックしてこようと思います。そう、明日の夜の配信で紹介できたらなと思います。皆さんにぜひ、めっちゃ楽しみ。可愛いキャンディーがたくさんあった。なんかオンラインショップもあるんですよね、今日見たんですけど。そう、すごい可愛いのがたくさんあってさ、楽しみ。なんか厳選してみんなに紹介しますね。あ、慎太郎さん、これスノードームありがとうございますもうなんこんがらがっちゃって、なんだか分かんなくなっちゃった。てちてちさん流れ星ありがとうございますね。みんなも楽しみにしてて、食レポはねまたちょっと食べてからしたいので、なんか食べられあのなんていうの、すぐ食べきれるサイズがあったらいいんだけどなっていう。なんか結構大きそうな感じだったから。マンポンさんこんばんは、けいちゃんこんばんはね。ま、皆さんお楽しみに。今日行けなかったので明日は絶対に行きます。明日はねでも余裕ありそう、時間的には大丈夫そう。けいちゃんラブレターありがとうございます。ドリーマーさんハートありがとうございます。ありがとうございます。皆さん ラルクさん深夜帯128人目ありがとうございます。タルチンさん流れ星ありがとうございます。マンポンさん100キラありがとうございます。いいね、順調順調。マンちゃんハートありがとうございます。プラムさん雪だるまありがとうございます。マンちゃんハートありがとうございます。ラッケノさん流れ星ありがとうございます。プラムさんハートありがとうございます。むっちゃんレインボースターありがとうございます。一言参加した思いを語ってみる。そうですね、まだいらっしゃるのかな。まあいらっしゃらなくてもいいか、いらっしゃるかなそうですね、今回はですね、まあ何ですか、まあ公式 PR モデルっていうことで、やばい5分前だ、やばいやばいそうね、すごく可愛らしいポップなキャンディーが魅力的で、でしかもペシェのねカメラマンさんとかメイクさんが撮影に携わってくださるということで、はい、そちらもすごく興味があり、あとやっぱり私お洋服が好きなので渋谷とかよく行くんですけど、そのねポスターが渋谷駅に掲示されるっていうのがねとってもいいなと思って今回参加に至りましたね。なんかペシェのね可愛らしい世界観とこのアメールの可愛いキャンディーのねマッチが絶対可愛いなと思って、え確かに絶対可愛くない、ちょっと待って今なんか絶対可愛いですよねって思って、そうぜひぜひ私が PR したいと思って参加いたしました。そう、まあでもまずは
あの実物を食べてみないことには魅力を伝えきれないと思うので、明日店舗に行って商品を実際に買ってみて、そう、あの皆様にどんなだよとか、こんな実物こんなだよとか見せたいと思いますので、皆さんもお楽しみに。プラムさんハートありがとうございます。まんちゃんハートたくさんありがとうございます。待って待って、はやぶさ太郎さんこんばんは。ね、食レポもしたいと思います。でもなんかね、なんかこういう袋のやつもあったっぽいんだよね多分。だからなんかね、ちっちゃいサイズがあればね、あの実際にさ夜の配信で食べてみてどんなだよって伝えたいと思うし、あの本当に大きいのしか売ってなくて無理そうだったら、あの紹介だけして、あの配信じゃないところで食べて、あの配信の中であのまたどんなだったよっていう風にあのお伝えできたらなと思っております。確かに雰囲気とかね、買い方とかのもあの私がちょっと実際に行って体験してくるのでお楽しみに。みっちさんレインボースターありがとうございます。上杉さんこんばんは。私も楽しみ、めっちゃ。え、わかる、そうそう、あのさ、そう、公式サイトにクリスマスのキャンディー載ってたよね。私も見た、めっちゃ可愛くてさ、それあったらいいなと思うんだけど、時期的にもね。でもすごい可愛いからさね、人気だったらもしかしたらちょっとないかもしれないんだけど、まあ、ちょっとあの探しに行ってきます。いつやさんこんばんは。らけのさん流れ星ありがとうございます。あと2分しかないね。はい、明日は2枠しかできないんですけど、朝の8時から1時間と夜の10時から1時間になります。ちょうど1っていう感じでね、ちょうどいいですけども。何がね、まあ今1位になってるので、このまま1位のままね突っ走っていけたらなと思います。上杉さんバラありがとうございます。いつやさんしめじりさん雪の結晶ありがとうございます。はい、それでは皆さん今日も一日ありがとうございました。また明日よろしくお願いします。しめじりさんハートありがとう。スクショなどどうぞご自由に。また明日お会いしましょう。ハムエッグさんハートありがとうございます。また明日ありがとうございました。審査員さんもありがとうございました。ありがとう、みんなゆっくり休んでね。おやすみ。あ、ありがとうございます。またわーいバイバーイ。